2024年6月の22日、東山商店街の近くに来てます神戸市兵庫区です。新湊川なんですけども、4日前に、雨が降った後なんですけども、そこそこ水流れています。今こちらの、多分この河川だと思うんですけども、諏訪山の近くの、楠木谷橋、まあ、こういった河川なんですけども、まあ、上流の方、だいぶ山間部の中まで入っていけばあるようなんですが、まあ、門をこちらに設置して、で、まあ、あちらの方にですね、まあ、こちらの方で水を、この水域まで、貯水して、で、地下水流ストレートトンネル発電を設置すると。では あちらの方へ、向かってみたいと思います。こちらが反対側の楠木橋なんですけども、あのように先がすぐカーブになってますので、まあ、あちらの近くのところまで地下水流ストレートトンネル発電、まあ、20センチ ×20 センチと1メートル ×1 メートルを設置すると。では、下流の方に行ってみたいと思います。まあ、あちらの家屋も老朽化していそうですね。あちら の右手の方ですね。あとこちらも完全に多分人いらっしゃらないでしょうね。だからエレベーターのあるような家を作っちゃダメですから、基本的に一軒家で、物事を進めるという発想で、住所は9-1ですね。何々町っていうところの町名が抜けてるので、まあ五宮のすぐ隣、まあ河川があるので、場所をすぐ分かるかと思います。まあ路地とか間入っていったら解体しなきゃならない建物は結構あると思います。まあその辺りにメタンガス抽出場だとかそういったものを、設置すると。まあ、周り新しい家とかもそこそこありますんで、 あちらの方の建物多分老朽化した家屋でしょうね。放置されてる。まあ、ちょっと河川の横なのですぐに撮影しておきますね。もうこういう状態ですね。オートバイも多分放置でしょうね。まあ、先ほどのあのカーブの先がまあこういう風になっています。だからまあ次水を貯めるところ、基本的にカーブが多いのでちょっとまあ場所を考えたいところですね。ある程度ストレートにこう地下水流ストレートトンネル発電が、設置できるように。あ、矢部町って書いてますね。矢部町の7。で、あっちの橋が見えるので、まあ、先ほどの河川の続きだと思います。でできているところって、まあ、大抵のところかっていうところだと思うんですが、まあ、こちらももう雨戸閉めていて横の壁の亀裂、阪神・淡路大震災の前からの建物で、まあ繋がってますからね、この新しそうな家と。だからこちらの方は所有者の可能性もありますし、まあそうじゃない可能性もあると。まあこういうことですね。ただし横だけが多分ペンキ塗ってるだけで人住んでらっしゃらない可能性の方が高そうですね。矢部町2丁目って書かれてます、電信柱に。
車が来てます。第一クス谷橋というところですね。まあこちらの方でストレートに取れますので、まあこちらにも設置したら、高低差、まあ満水にした時に、それなりの量、先ほどのある程度の上流のところまで貯水できますので、まあこちらで良いかと思います。ちょっとまあ長らかな傾斜に変わっていきますので、まあ、一旦動画、撮影中断しますと思ってたんですけど、すぐ左手の方のところに老朽化した家屋放置されているものですね。この並び一帯がそうかもしれないですね。左手の方も、まあなんとなく人気がなさそうな住居ですね。だから近くの小中学校に、まあ、山がすぐ近くにあるので、まあ、蒲田発電設置しといて、で老朽化した家屋解体したら出てきた木材を近くの学校に、まあ、人間が、持って運んでいくと、まあ、そういうふうな形でいいと思います。あと河川の底の、 土砂のかき出し草とか、まあ、そういったものはかなり必要になってきそうですね。まあ、大体こういうところってずっと長年何十年も放置されていて、上流から流れてきた土砂とかがこう堆積していると、河川の底にある草とかも半年ぐらいかけて乾燥させたらカラカラになりますので、まあよく燃える、材質のものへと変わります。まあ、だいぶなだらかなので、多分大通りのところに次の門を設置するような形になってくるんじゃないかなと思います。もしかしたら大通りのところよりももう少し下流のところですね。まあ、あちらも多分老朽化した家屋だと思いますね。放置されている。その隣のその可能性ありますね。あとその向こうの奥の方ですね。今屋根の上登って重機なしで解体作業できる方たちなら、まあ、先ほども見かけたんですけども、そういう人たちなら解体できると思うんですけども、その後作るものですよね。メタンガス抽出所でいいと思いますけどね。まあ、どれぐらい傾斜下っているかっていうところ一応撮影しておけば、次も設置してどれぐらい水位が上の方のところまで来るか、まあこれが分かるかと思いますので、まあ一応設置しています。あと河川の両サイドのこういう木、もう枝のところが枯れてるじゃないですか。葉っぱがもう出てこなくなってるところ、もう今6月の下旬なんで、この時期来て、まあこの木もそうなんですけど、この木なんか椎茸みたいなのが生えてきてますね。だからそういうところをしっかりと伐採して、まあ、ここもそうなんですけど、だからまあ蒲田発電行きですね。近隣の小中学校で解体する建物が何十軒とあるでしょうから、まあ、木材もそこそこ出てきて、あとは、まあ、山の中にちょっと入っていって、倒木を拾ったり枯れてる木を、伐採したりなどで、ね、あと自転車は不法投棄されてますね。まあ何せなかったら多分パワーはならないでしょうね。ある程度下ってきたんですけども、
たりが多いんですけど、ね、次の門を設置するのはもう少し先の方が良さそうですね。あそこでかなり段差がありますね。多分そこに門を設置しても水位満水にしたらどれぐらいまで行くでしょうね。こんなに高低差見たところ1メートルぐらいしか多分ないと思うので、何かありますね。門ここの下で、まあ、何か水の流れをこう蛇行させてるようなものがありますね。これが何なのかちょっとよくわからないですね。見えないですね。向こうのあの端のところから見たら少しは何かわかるかもしれないですね。何か設備のようなものがありますね。何でしょうねこれ。けど中何もなさそうですね。そこの下の坂下っていってもともと何かあったのか、あとそこもあの全部中空洞なんで、多分こう金属回収地点ですね。私のところ行ってもちょっと奥行きが建物で見えなくなってるのでちょっとわからないかもしれないですね。まあこういうふうなもんも多分どうなんでしょうね、いらなさそうな気はするんですけど、つらいですね。何なんでしょうねこの装置。門ですね、どう見ても。ここに貯水しておいて向こうに地下水流ストレートトンネル発電を設置するようなものかもしれないですね。ちょっとあの住宅の階段登らせてもらって上から撮影してみますね。だいぶ上の方ってのはこれわからないですね、内部構造。鉄の鉄格子のあの部分なんですね。まあけど水溜りとしてはここでしょうね。それで、そちらの、まあこちらの両サイドの、あの端のところまでぐらいの高さまで、水をそちらまで、溜めて、そこの水門らしきのところに。まあ、浄化水槽とかだったらちょっとお手上げかどうかは、まあ、見た目的ないことには分からないですね。そこの橋が先ほどの大通りで、そこはあの河川の門のところだったんですけども、そこから先はもう地下になってるみたいなので、分からないですね。まあ、地下に、まあ、入り込んでいって地下水流ストレートトンネル発電を、まあ、50メートルなり、使
くると、まあそこの状態は地下の中はこうストレートに取れるところまでの範囲で、まあ、50とか、あ、場合によっては100だとか、最初はまあ50ぐらいでいいと思います。でかなり発電できそうだったら水圧に合わせて、後から延長するという形で十分かと思います。以上です。阪神神戸高速線なんですけども、まあ、そちらの、建物も、老朽化して放置されている建物のようですね。西本町 の、 あの東口の、近くです。先ほど の、 あの阪神電車の高速線のところからすぐ近くのところ、三宮に向かってなんですけども、まあ、地上13階建ての建造物ということで、まあ、これだったらエレベーターありですね。こちらの方もあの行政の方で、早急に、対応していただいて、エレベーターのない、高さ制限、まあ、もう4メートルか5メートルぐらいの建物に変えて、どうせ空き家ばっかりになる、なると思いますよ。もうすでになった後ですから。まあ、メタンガス抽出場とかの方が良かったんですけども、まあ、あちらの方も今だいぶ前に撮影して解体工事、高架下行われてるんですけども、いくつかの橋脚のところがだいぶもう古くなってるんですよね。だからその辺のところ、手前の方が多分 JR だと思うんですけども、まあ、その辺りをちょっと補強しないと、まあ、こういうふうな古い橋脚がずっと向こうまで続いてると、まあ、これが現状です。先ほど、まあ、農業関係のことの、まあ、セミナーというか、まあ、終焉支援みたいなものを、受けに行って、まあ、いろいろ聞いてきた後なんですけども、神戸市、灘区の、西郷川というところに行っています、近くはですね、JR の、灘駅ですね。で、まあ、今いるあたりが、このあたりですね。で、まあ、門を設置するのは大体、まあ、この辺り、ここでしたら、まあ、奥行きある程度は、まあ、あります。で、ここから先なんですけども、まあ、斜めに傾斜をつけて、地下水流ストレートトンネル発電20センチ ×20 センチと1メートル ×1 メートルと、3メートル ×3 メートルを設置すると。で、その先がどうなってるのか、ちょっとまず撮影して、その後は上流撮影したいと思います。先ほどの続きです。あちらが、JR の線路が、走っているところで、こちらが、海に向かっての下流です。もう少し下まで下流まで、撮影しに行きたいと思います。河川沿いに生えてる木なんですけども、もうほとんど、弱ってる状態ですね。あの辺りを見てもらったら分かる通り、木の周りが剥がれているっていう状態ですね。ある程度の大きさでももうカットだと思いますね。水分的に多分無理なんだと思います。あちらがですね、阪神電車が通過しているところで、あちらが、高速道路ですね。これ以上南へ行くと海に近いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、河川自体が先ほどの河川がこういうような状態ですね。まあ、いろんなところがこうひび割れが入っているところが気になるところなんですけども、水が抜けていっていないかどうか。だから、まあ、最終的に門を設置するとしたら、もうこの辺りが多分限界だと思います。あ、向こうはもう高速道路ですからね。海はね、もう目と鼻の先ですから、もうこの辺りが限界だと思います。それでいいと思います。こちらの、建物、マヤシティという看板が出てましたね。まあ、今日あちらの道から河川沿いに下ってきたんですけども、まあ、住んでる人ほとんどいらっしゃらない。まあ、こちらはまだ作りかけなのか何なのか、作りすぎですね、明らかに。先ほど、設定していました
まで、登っていきたいと思います。はい、あのようにトンネルになってますんで、まあどれぐらいの位置で、平行なところがあるのか、まあそのあたりが貯水できるポイントで、まあそこから地下水流ストレートトンネル発電ですね。あのすぐ上がってきたところなんですけども、そこの建物多分もう放置されている建物ですね。解体対象の建物です。でこちらも多分そうですね、あの横から見た状況とか、まあ、見ていただいたら分かるかと思います。先ほど家屋とかを撮影していて、あちらの橋よりも多分下のところだったと思うんですね。で傾斜自体はあのトンネルにはなってましたけども、あんまり大しないんで、水はある程度貯水できそうなので、あちらの橋のところ、大通りのところの橋のところに水門を設置する、で、中のトンネルのところに、地下水流ストレートトンネル発電を設置するでいいと思います。でそこから先はちょっと傾斜ついてるので、ある程度のところまでは、水が来ると、満水にした時、まあそういうふうな、状況ですよね。ちょっとあの向こうの方上流行ってみたいと思います。あちらが下流で、向こうが上流なんですけども、この辺りでしたらある程度はなだらかなので、まあ次あの辺りに、まあ、もう設置ぐらいで、まあ、いいんじゃないかなと思います。先ほどあちらの方を撮影してたんですけども、こちら上流上がっていくと、まあ、ちょっと傾斜があるみたいですね。上の方であのなだらかなところの貯水する部分があるかどうか、ちょっとまず見てみたいと思います。100メートルほど、登ってきたところなんですけども、まあ、かなり傾斜があります。で、まあ、こちらもそうなんですけども、一応まあこの辺りに門設置して、で、まあ、そこは下に降りていく階段なんですけども、ここの橋の高さに合わせて、まあ、水門を設置したら奥行き、まあ、そこの、高さぐらいのところまで水溜めれますので、ある程度上のところまで水溜めれますので、まあ、そこから、斜めに、傾斜で、地下水流ストレートトンネル発電20センチ ×20 センチと、まあ、1メートル ×1 メートル、大雨が降ったらもうほとんどの普通の雨の日とか、もうこれぐらいのところの地点とか、多分20センチ ×20 センチと1メートル ×1 メートルで十分なんじゃないかなとは思いますね。まあ、場合によっては20センチ ×20 センチと2メートル ×2 メートルにした方がいいかもしれませんけども、3メートル ×3 メートルは置けませんので。20センチ ×20 センチと2メートル ×2 メートルにしておきましょうか。ただ20センチ ×20 センチの横と2メートル ×2 メートルの横にタービンコイルを置けるかどうかなんですよ。だから20センチ ×20 センチと1メートル ×1 メートルで横にタービンコイルを設置していくような形しか、まあなんとなくですけども、まあ無理そうですね。多分その形式でしょうね。あとあの辺り河川のところ抜けてますね。ゴボッとえぐれています。あの辺りは補修しなきゃならないですね。まあ、50メートルほど上流に登ってきたんですけども、先ほどのところの満水した時に河川の底どれぐらいのところまで水が来ているかとか、あとああいうふうにサイドから合流しているようなところとかもありますので、まあ、先ほどの橋のところでも見受けられたんですけども、地図で合流してるところのことかもしれないですね。であちらの上流は傾斜がだいぶ高くなってますので、まあ、ちょっと上の方まで、撮影しに行きたいと思います。河川の状況はこういう状況ですね。坂、50メートルほど登ってきて、まあ、こちらもそうなんですけども、まあ、ある程度の水量がありますからね、20センチ ×20 センチぐらいだったら動かせそうですから、安定して。
まあ、ここに門を、設置して、まあ、ストレートに傾斜つけて、地下水流ストレート、まあ、長さ10メートル、15メートル、まあ、それぐらいだと思いますね。ここから先ちょっとあの河川が曲がってますので、まあ、右端の方につけたらだいぶあの正しい 1m×1m の方とかが難しくなるので、まあ、やっぱりこちらを基準にしてまっ、あ、すあぐ取れそうな形で、まあ、やや 20m だから左側が 1m×1m で右の方が 20cm×20cm にしておいた方がいいかもしれないですね。だから中央の方にあのトンネルが来て、その両サイドにタービンコイルが設置されるような形が望ましいですね。川幅が、まあ、最初の地点はこれぐらいあるんですけども、途中から細くなってますからね、その 1m×1m の方もタービンコイルをどう設置するかによってきますね。最悪上に乗せる形になるかもしれないですね。大分山間部なので、ちょっとや外の地震ではあまりダメージは来ないとは思うんですけども、上に乗せるタービンコイルがどれぐらいの重さになるかとかによるかと思うんですが、まあ、もう少し上流まで登っていきたいと思います。先ほどの河川の上流、もう一つ目の橋まで来ました。まあ、50メートルから100メートルほど登ってきたんですけども、まあ、ここにも水門を設置してですね、まあ、この辺りですね、水門を設置して、で、地下水流ストレートトンネル発電ですね。で、上流の方が、あの、また、あの、カーブの先から傾斜がそこそこあるような形になってます。もうちょっと上まで行ってみます。上流に行きました。100メートルほど。もうちょっとあるかもしれないですね。登ってきて。まあ、ここにも、河川水門開始ダム発展 20cm×20cm、 1m×1m を設置ですね。まあ、高さはその先にもう一つあの辺りに段があるんですが、まあ、それぐらいのところまでしか、まあ、その のもう一つ先のところまでが水位、まあ、目いっぱいだと思いますけど、水の量はそこそこ流れてますんでね、まあ、うまく活用したいと思います。途中でこの河川の隣に大学ができていたみたいなんですけども、そこも蒲田発電ですね。こういうふうにあの両サイドの木で、あのいつ倒れてくるかわからない木とかもありますんで、まあ、早め早めに撤去ですね。で、まあ、あの次のポイントがこちらの橋のところですね。ここに同じように20cm×20cm、 1m×1m を設置、まあ、ストレートにある程度の距離が出せるかどうかっていうところで、まあ、あのこの先の向こうは段差のところまでしか水は貯水できないと思いますけども、まあ、ここの河川のどこかの先足ですね、それが重要になってくるかと思います。ちょっと次の橋のところまで行ってみたいんですけども、この道で行けるかどうかちょっと行ってみますね。横道歩いてきたんですけど、まあ、廃屋らしきものがありますね。まあ、こちらも、解体して金属回収とか、まあ木材とかを回収したらいいんじゃないかなと思います。蒲田発電用の薪が今あるとこういった状況ですね。もう完全に廃屋ですね。まあ、とりあえずここまで来ましたけども、次の門も、まあ、こちらに設置でいいと思います。あの橋のところの手前のこちらのところでいいんじゃないかなと思います。あとは斜めに傾斜つけて、まあ、あの辺りに、地下水流ストレートトンネル発電と、いや、まあ、あとはもう向こうはもうこれ以上
行けるかどうかわからないので、もうこれぐらいにして、引き返します。隣の河川、行ってみたいと思います。今引き返して下って行ってるところなんですけども、これなんかかなり危ないです。完全に運動化してますね。上の方は結構重さありそうですからね。早めに早めに、カットしておかなきゃならない気が、結構ありますね。あの他の河川に行く予定だったと思うんですけど、橋来れましたので一応撮影しておきますね。まあ土石流危険と書いてるので、先ほど あのポイントまででいいかと思います。で、ちょっと地図下に置きます。今こちらの、河川を撮影しに行ってましたので、その隣の河川まで、まあ、山沿い歩いて、行ってみたいなと思います。ちょっとまあピントが合ってくれたらいいんですが、合わないですね、ピントが。ありました、ありました。こちらですね。こちらを、こちらを撮影していって、次こちらの方に。多分この辺りの道が、まあこの辺りなんじゃないかなと思うんですけども、まあこの道を横に行ってみたいなと思います。あと、まあ老朽化した家屋あるんですけども、まあ間隔に蒲田発電設置してからでいいと思いますよ。先ほどまで撮影した、老朽化した家屋です。こっちもそうだと思いますね。だ早く蒲田発電設置して解体しなかったら、こういうのが倒れてきたら大変なことになりますからね。ある程度無難な状態の時に解体した方がいいと思いますよ。まあ、ちょっと、まあ、山沿いに歩いてるんですけど、まあ、そちらの方、カエルの鳴き声が聞こえてきましたね。池か何かあるのかもしれないですね。で、あと、まあ、この並びのところも誰も人が住んでない、老朽化した家屋、放置家屋の可能性がありますね。はい、表札入ってないですね。多分左手の方が入ってましたけども、それとあと一番奥のところですね。多分あちらも空き家だと思いますよ。ちょっと分かんないですね。窓が開いてるので誰か人住んでらっしゃるかもしれないですね。でも立ち入り禁止っていう札が出てますね。まあ、表札はあるけども、こういった建物もかなり、まあ、老朽化してる建物ですね。多分人住んでらっしゃらないと思いますね。その奥もそうなんですかね。この辺り出したんで、海辺の近く、あと、まあとりあえず横移動、東の方に行けるように移動してるんですけども、こちらの家屋も老朽化して解体対象の建物。まあ、今先ほどそちらから歩いてきたんですけども、木切っておいた方が急に倒れてきても危ないんでね、大した方がいいと思います。長く白の下通り3丁目8ですね。こちらは表札の入って、ごめんなさい、洗濯物が置かれてるんで、誰か人が探しちゃうみたいですね。まあ、どれぐらいの高さかといいますと、これぐらいの高さです。だいぶ、まあ、登ってきたなというところですね。まあ、100メートルぐらいはあると思いますよ、大体ですが。篠の下通り2丁目の7。
ちらが日曜日の9ですね。こちらがアパートの老朽化した家屋のその対象。あ、こちらまで人が住んでらっしゃるみたいですね。なんじゃないかなと思いますけども、原付がまだどうなんでしょうね。まあ綺麗なんで人いらっしゃるかもしれないですね。ただ見た限りは人が住んでなさそうな気配なんですけど、いや、いらっしゃるかもしれないですね。あの横移動をしようかなと思ったんですけど、山沿いこれ以上上行っても行き止まりかもしれませんので、かまど発電設置して、人のいない建物から順番に解体していったら、かまど発電の方に科学文字動物園のところの大学、まあ科学だと思うんですけども、そちらの方にあの木材運動部の人たちが、背負って運んで、運搬すればいいと思います。まあ、歩いて片道1時間もかからないと思いますよ。ちょっと先ほどあちらの道を下ってきまして、まあ、横に移動できる道がありました。まあ、麻薬加速量という量の 前なんですけども、まあ、この辺り、まあ、切った後は多分枯れ木になっていったんだと思うんですけども、まあ、もうカットした方がいいと思いますね。鴨田発電が設置次第、この辺りの木をカットしてずらーっと並んでますので、まあ、鴨田発電用に、まあ、一応ちょっと葉っぱ見えますけども、多分あれツタだと思いますね。これはもともと松の木みたいにああいう風な葉っぱの形状ですから、そのツタが巻かれているだけであって、枯れてるのは枯れてるみたいですからね。たくさん並んでます。まあ、全部鴨田発電用の木材で使用してもらったらいいんじゃないかなと思います。ちょっと待ってくださいね。目の前何か体育館か行動のようなものが見えてきたんですけど、もしかしたら学校があるかもしれないですね。間違うかもしれませんけども、もし学校なら蒲田発電とかを設置して、まあ、こちらだと思うんですけど、まあ、学校ではなさそうですね。あちらの方に学校があるみたいです。まあ、あちらの方に蒲田発電設置して、まあ、運んだ方が早いかもしれませんし、まあ、あちらの方の学校だったらすぐ近く山ですからね。山中入っていったらいくらでも、木材あるでしょうから、まあ、なかなか、急な斜面の、山間部です。あちらも老朽化した家屋ですね。右手と左手と。で、先ほどの学校、女子学生が、坂下って行ってました。あちらの学校の方が近いので、まあ、あちらの方に、木材運搬したら、いいと思います。どこか照明とか何かあればいいんですけど。まあ、それとこちらもそうなんじゃないですかね。まあ、至る所でこういうところが多いですね。で、あとメタンガスの採掘場どこか空いたら作ったり、まあ、学校に設置するというのも手だと思うんですけども、まあ、あちらも多分老朽化して放置されてる建物の可能性ありますね。少し横移動して、河川を目指したいと思います。こちらも老朽化して放置されている建物だと思いますね。まあ、坂見てもらったら分かる通り、かなり急斜面なので、メタンガス、抽出所など、ある程度分散して設置してあげたらいいんじゃないかなと思います。まあ、先ほどの建物ですけど、隣がこういうふうな、神社です。
その奥はお寺さんですね。このまま横移動を続けていけば、いずれ河川に、到着すると思います。何丁目か、わかりました。小荷玉通り3丁目の位置ですね。まあ、あちら大通りの方に出てきて、左手の方に曲がって、道を歩いている途中なんですけども、あちらの方の家屋も、多分放置されている家屋ですね。廃屋だと思われます。でそちらも多分そうなんじゃないですかね。雨で閉めているところ、ここが空き地なので無断ガス抽出場、作ろうと思ったらちょっと作ったり、空き家のところで、家屋まだちょっと私を倒壊する恐れがないなっていうようなところとかを無断ガスの抽出場とかにしたらいいなとか思ってたりするんですけど、こっちも多分人いらっしゃらないんじゃないですかね。で下がガレージだから、ここを貯蔵庫にしたりだとか、上の方だけ先解体しといて、ある程度、工夫の仕方が一つでだいぶいちいち作らなくても、メタンガス抽出場いろんな地点に作れると思います。こちらもそれっぽいですよね。廃屋こちらの方に、坂登っていったり横筋入ったりしたらいくらでも出てきそうですね、廃屋。こちらもこの建物も多分そうだと思いますね。入り口のところロープが必要という形ですので、あとは廃屋を解体するときとかに木とかついでに切ったりしたら、岡本発電用の木材になりますので、そういったところをうまく活用していただいたら、廃屋からだいぶ木出てきます。こちらも学校がありますが、中学校なのか小学校なのか分かりませんけど、あちら山がありますんで、鎌田発電でいいと思います。トカリンをつけてという形で、この間僕が撮影してました神戸電鉄谷上駅の近くの、山を登っていくのと、あんまり変わらないと思いますよ。撮影しながらパドレスの試合も気にしたりしてるんですけども、だいぶこちら曇り空になってきましてですね、そんなに気温が高くないという状態で、エアコン、エネルギーの残存量問題、あんまり、エアコン商業施設ぐらいだと思いますよ、使用してるのは。だからうまくいってる方ですね。こちらが、次の河川です。このように段々になってますので、上流の方、ちょっとどうなってるのか、橋のあたりとかに、水門を設置して奥行き取って水を、貯水してと、で、ある程度斜め傾斜つけてという形ですね。でその次、こちらのところに、あちらの方に門を設置したらいいんじゃないかなと思います。ちょっと向こう行って撮影してみますね。先ほどちょっと、すぐ姿が変わった定番で、唐揚げ弁当4個以上注文したところで、戻ってきて、撮影してるんですけども、門をあちらの排水溝の奥のところに設置した方が良さそうですね。水の分量を考えると。で、貯水して、地下水流されて500点、2センチかける2センチと1メートルかける1メートル。途中でカーブを描いてますので、途中までのストレートで、作れるところまで作るという形でいいかと思います。現在時刻13時55分。
下流に行く予定だったんですけども、ちょっと上流の方行ってみますね。どうなっているのか。一応先ほどこちらの橋、あちらが下流で、設置ということだったんですけども、高さ奥行きはどれぐらいのところまでなのか、ちょっともう少し上まで行ってみたいです。行ってみますね。河川の土砂のかき出しが、だいぶ必要かなというところと、設置して水位満水になった時、そこのところまでだと思います。だから最終的にあそこにも門を設置して、回転扉、門をですね、もう少しもうちょっと奥の方につけて、で、回転扉を10メートルに、設置すると、2センチ ×20 センチと1メートル ×1 メートル、それでいいかと思います。この辺りは河川の土砂の掘り出しがかなり必要ですね。で、先ほどのところがあちらだったんですけども、あちらの建物とかも廃屋かもしれないですね。あとはあちらもその可能性がありますね。こちら左手の建物など、この真ん中のところは一見洗濯物を干してたんで、多分人いらっしゃいますね。篠原本町5丁目の6、間で撮影していた、橋のところは飛ばしまして、あちらが、ほかほか亭で注文をしてと言っていたところの橋ですね。で、こちらのところで、水門を設置してですね、こちらの方がいいかもしれないですね。これぐらいの位置で、両サイド一番高さ出てるところに、水位管理で地下水流水トンネル発電の設置ですね。で、それとあとこちらの方の建物、この建物、その隣が廃屋のような、状況ですね。メタンガス抽出場に来たりだとか、途中で廃屋らしい家が一軒、壁とかにそこまで亀裂が入ってない建物が左手の方にありましたので、そちらの方にメタンガス抽出場、その建物を、中ちょっと変えて、そういう風にする方がいいかもしれないですね。あとはこちらの建物もそうなんじゃないかなと思われますね。次こちらの橋飛ばしますので、こちらの方を水満水にしても地下水流ストレートトンネル発電のところの出口のところまで、来てしまいますので、次のあちらの橋あたりが良さそうですね。先ほどこちらの橋、地下水流ストレートトンネル発電ということを言ってたんですけども、その先が河川合流しているところかもしれませんので、先ちょっとそちら見に行ってみますね。このように、河川合流してますので、この場所に、河川水門外式ダム発電の設置ですね。で、送水管があるあたりの手前のその部分も撤去してしまって、水門設置しても、いいんじゃないかなとは思いますね。で、ある程度傾斜つけて、地下水流ストレートトンネル発電を、両方とも20センチ ×20 センチ、1メートル ×1 メートル、左端の方が、右の方が河川広いので、その隣に3メートル ×3 メートルも設置できると思います。で、
分ストレートに、まあ、そちらの、高架下をちょっと越えるところが段差のあるところぐらいまで、まあ、下の方、河川に子供が遊びに入ってますんで、どこか降りていけるところがあるんじゃないかなと思います。で、ちょっと下行く前に今度は右手の方の河川の方、上流まで行ってみたいと思います。一つ目の橋に来たんですけども、まあ、河川の底の位置がですね、まあ、あちらの下の方のところを満水にした時に、まあ、この辺りまで来てるかどうか、まあ、あちらの橋よりももう少し先なんですけども、まあ、高さはあんまり変わりませんので、ちょっとまあ微妙といえば微妙ですね。あちらにした方が良さそうですね。あちらの橋まで、行く途中に、あちら、廃屋かと思われます。あちらも、まあ、解体対象の建物じゃないかと。亀裂がかなり入ってます。それとあと雨戸が閉まっているので、車はあれども、駐車場としてこっちの所有者の方が指導されてるだけで、建物自体は解体しなきゃならないことなんじゃないかなと思います。それとあとこちらもそうなんじゃないですかね。あちらの橋の向かいがそれっぽいですよね。まあ、とりあえず、こちらに、水門、こちらの方に、設置してもらって、まあ、ストレートに、まあ、ある程度の、距離、傾斜つけて、地下水流ストレート流の発電、2センチかける2センチ、1メートルかける1メートル、3メートルかける3メートルを設置ですね。で、階段があるのでメンテナンスがしやすいでしょうね、こちらの方は。あとはこちらが満水になった時に上流の方でしょうから、今まあ見えてるところまでの範囲のところまでだと思いますね。まあ、あちらの今赤信号が見えてるあの辺りの交差点のところぐらいが次の設置地点じゃないかなと思われます。まあ、それに向かって進んでいるところですけども、まあ、こちらの建物も、廃屋だと思われます。金属回収地点、まあ、瓦礫と木材だけ、その前に置いといて金属をだけ一時的に回収して浜田発電ができてから、その木を県民の学校に持っていくだろうか。基本的に燃えるゴミ半年間各世帯で溜め込んだものが出てくるはずですから、生ゴミと分けて生ゴミがメタンガス貯蔵場へ行くとして、となると燃やすものの量はかなりの量になると思いますので、多分鎌田発電各小中学校という形で正解だと思います。訂正です。先ほど小中と言いましたけども、あと高校と、あとはまあ大体の大学もそうですよね。で、まあ、あちらの向こうのあの緑色の橋のところから歩いてきてまして、こちらの橋のところで坂を、まあ、2メートル近くか、まあ、大体それぐらい上がりますので、多分こちらに門を設置しても大丈夫だと思います。やっぱり水位高いところまで得たいんで、この排水管の奥、橋との間のところに水門を設置して、20cm×20cm と 1m×1m と 3m×3m を設置ですね。あちらの奥の方も、あの建物が入りにくいっぽいですよね。で、まあ、その次の水門の設置地点があちらの橋です。いや、訂正。ちょっと待ってください。
です。その次の橋ですね。先ほどの橋がこちらなんですけども、この橋もスルーして、あちらの緑色の橋のところですね。次の門の設置場所は。ちょっと雨がポツリポツリとしてきたところなんですけど、まあこちらですね。こちらが次の、水門の設置場所です。まあ地下水流ストレートトンネル発表の、大きさは今まで通りです。まあ、次の傾斜というか段差がかなりありますんで、多分あちらの方が高さが高いかもしれないですね。まあ、とにかく、近くまで行ってみます。神戸市長区大戸平町1丁目の4ですね。で、あちらの緑の位置から見るとまあ多分こちらの方が、高さ上になると思いますので、まあこちらに、まあ水門を設置すると。まあそういった形ですね。ちょっと上流行けそうかどうか見てみます。まああちら坂はだいぶまあ登ってきたんですけども。次の橋のところですね。ここがよくわからないんですが、高さがだいぶあるっていうことは多分こちらの方まで、先ほどの水門設置したところまで水来ますね。まあ、もうちょっと上まで行ってみたいと思います。まあ、河川の底に生えている木とか土砂は全て撤去すると。まあそういうふうな形ですね。その辺りに落差がありますので、まあ、あちらの少し奥のところに、地下水流ストレートトンネル発展ですね。まあ多分河川がこう斜めにこう来てますので、奥のところ、まあ、10メートル、20メートルぐらい先のところで、まあ、河川水門解析ダムを設置すると。ちょっとまあ、下の方の形状とかよく見て、両サイドの高さどれぐらいあるか見て、まあ、どれぐらいのところに水門設置するか確認したいんですけども、ちょっと木が多いので、わからないかもしれないですね。まあ、ちょっと上流の方行ってみます。だいぶ、坂上がってきまして、ここから先のところ、河川の底の整備が必要かと思います。で、先ほどのそれなりの橋のところの左手の方に松陰学院という大学があるみたいですが、そちらの方に、運動部があるのであれば、蒲田発電設置しておいて、まあ、山間部が近いですので両サイドの河川、伐採して、蒲田発電用の木材にすると。で、河川の底をコンクリート化はこの辺りからそこから先までのところは必要ですね。で、こちらに、門を設置して、まあ、もう少し奥のところでもいいかと思います。どっかその辺りからこうスッとこう行けるようなところに、再度、門を、設置して、だいぶ坂上がってきましたね。で、見てもらったら分かる通り、すぐ向こうにかなり段差が、ありますので、次のあちらのまあ、橋の手前のところが次の門の設置場所になるかと思います。そこまで行ってみたいと思います。篠原台という表札が出てますね。で、門を設置する場所なんですけども、あちらは墓地で、まあ、この橋の、向こうの方に、門を設置か、そうですね、そういう風な形になりそうですね。ただしすぐ先が
すでにあれですね、あの高さあるところがあるんで、まあないよりもマシなので、まあ作っておいた方がいいのはいいでしょうね。もうあの橋の下ぐらいのところに、まあもう設置するような形でいいと思います。まあ深さがある分、水圧はそれなりに満水にしておけば、あるでしょうから、あとは次そこの場所ですね。その場所に、まあ、木とか伐採して、かまど発電、まあ、松陰女学院の方へと、使用して、多分河川の底も大分コンクリート化しなきゃならないんだと思います。あと河川の土砂のかき出しですね。公園とかであの置いとける場所があったら置いておいたらいいと思います。公園もあの木の根っこが見えてるところはもう無理ですね。日光でやられていきますんで、水分補給ができなくて、まあ水門の高さ、サイド向こう側はまあああいう風な形になってますので、あの高さに合わせるしかなさそうですね。あちら高さがだいたい 2,3 メートルなので、次あの傾斜のところの上のところに次の門を設置するという形になってくるかと思います。まあ、高さは2メートルぐらいですね。まあその先高さ2メートルですので、あのもう少し先のところで、門を作る形になると思うんですけども、ちょっと待ってください、ね、そこに作らないで、高さが出せるから、あと地下水流ストレートトンネルの距離ですね。あとあちらのあの排水管から出てる水の量が多いんで、あちらの方を多分車止まってるところがっていうところだと思うので、高さこちらの高さに合わせてもいいと思うんで、ここですね、この辺りにもう横に設置する形ですね。まあ、あちらの水路がありますけども、あの水路の、まあ、手前のところに門が来るような形で、まあ、高さがこの高さと。それにしましょう。これでまあ奥行きだいぶ奥の方まで、水が溜め込めると思います。で、先ほどがあの排水口のところから、排水管から出てる水の量が主なあの水の量なので、ちょっとあの、この坂もこれぐらいにして一旦撮影ここまでにして下りますね。先ほど合流するところのポイントまで来ました。それでは、次の門、設置できる場所があるかどうか、下流まで、降りていってみたいと思います。こちらの、橋なんですけども、こちらはスルーで、次へ、行ってみたいと思います。あの合流してきたところからある程度下ってきたんですけども、水の量を見ていただいたら分かる通り、多分水抜けてますね。これは結構な量があそこの真ん中のところに集まってますので、間石の間とかコンクリートの間、石の間にコンクリートで固めて水が抜けないように、で河川の底もそうですね、
合流したところから全部、下の方までしなければならないという状況ですね。だから、まあそこにまず門を設置してと、まあ、いうような形になると思います。上流の方は松陰の奥の方のところに、門を設置したら、その先のところ、河川の整備だとか、まあ、次の門の設置とかも、しやすいです。水をためながら、あとは地下水流ストレートトンネル発電を、設置していくと、まあ、そういうふうな状況ですね。戸賀が和新橋という、橋のところに来ています。ある程度下流の方まで来て、まあ多分2メートルぐらいは、下の方に来てるとは思うんですけど、もう少し先まで行ってみます。次、上川ら橋に来ました、まあ、大雨が降ったらこれぐらいまで、水位が来るということなんでしょう。まあとんでもない大雨の時のケースだと思います。まあ、河川の幅と、まあ、高低差だいぶ、まあ、もう少し先の方がいいと思いますね。もし横幅広がってるところがあったらそこに設置、ちょうど電車が走ってる JR が走ってるところぐらいがいいかもしれないですね。それかもう少し下ですね。水位の高さまで来た時に、先ほどの合流河川のところまで水位、地下水流ストレートトンネルがある程度、まあ、10センチなり20センチなり斜めになって、傾斜ついてますんで、そこから先に、まあ、50メートルなり100メートルなりと。ですので水位がどのあたりまで来るのかっていうところにやっぱりなってくるんですよね。なまあ、一番下流の、まあ、ここなら まず水を溜めていても流れるっていうところまでを、定めて、そこに、まあ、1門目の門を設置して、でその間に、さらに設置できるなら設置するという形になってくるかと思うんですけど、ちょっと待ってくださいね。奥の方水の流れちょっと見ておきますね。まだ奥の方水流れてるかどうか、もう流れてるみたいですね。まあ、JR のこの橋のところが限界地点か、その下のもう少し先の方なのか、まあ、少し行ってみたいと思います。阪神電車の近くの、戸賀野橋ですね。まあ、JR のところとそんなに変わらないんですが、まあ、河川の底と幅とかを見たときに、まあ、水門を設置するとき両サイドの高さとかを見たときに、両幅とかを見たときにここがいいかもしれないですね。ちょっとだけ広くなってますので、あとは高さですね。左手の方の位置の方はやや高くて、まあ多分平行にも似てると思うんですけども、右手の方がちょっと高さ足りないんで、右手の方をちょっとかさ上げするような形で、高さを出すと、かそちらの方を、もう少し高さ上げといて、こちらの高さがありますので、まあ、そちらの方の高さをちょっと出すというような形で、まあ、この辺りの方が無難は無難かもしれないですね。大雨の時の映像の写真もありましたし、まあ、ここにしましょう、最終地点は。で斜めに、やや傾斜で、地下水流ストレートトンネル発電、
20センチ ×20 センチと1メートル ×1 メートル、3メートル ×3 メートルと、あとまあ5メートル ×5 メートルも設置したいところですね。まあタービンコイルの設置の仕方がもしかしたら上に来るような形になるところはなるかもしれませんね。シャフトのところがあの柱になると思いますんで、まあそれでまあなんとかというところですね。まあ5メートル ×5 メートルのところだけ、まあ地下水流のそのストレートのところだけストレートにするんじゃなくて、その一つだけ回転扉がある、まあ普段からちょっとや外の雨の時では大した水の量にはならないですから、まあ全部河川の底をコンクリート化すると水量はまだだいぶ変わってくるかもしれませんので、その時に5メートル ×5 メートルの先のところ地下水流トンネル100メートルほど続けるか続けないか考えたらいいんじゃないかなと思います。基本的にとんでもないまとまった大雨って1年に10日あるかないかなんですよ。で、まあ、20センチ ×20 センチと1メートル ×1 メートルと3メートル ×3 メートルを基本的に稼働させていれば、まあ、大抵の雨の時は、問題ないと。まあ、河川の底をコンクリート化しっかりしても、まあ、大体、そういうものであると。次、隣の、東の方へ、河川撮影に行きたいと思います。ちょっと阪神の電車に乗って、2つほど先の駅へ行って石屋川だったと思うんですけども、そちらの方の撮影に行きたいと思います。石屋川に来ました。あちらは阪神電車の、石屋駅です。で、どこに河川水門階段を設置するかですが、まあ、地面のところも多分コンクリート化しなければならないと思うんですが、まあ、あちらですね、あちらの橋のところに、河川水門階段発電を設置でいいんじゃないかと思います。それかここですね、ここの歩道橋の手前の方の高さに合わせてですね、この高さだったら高さが出せますので、まあいいかもしれないですね。こちらの橋の両サイドのところの方が高い位置になりますので、それでまあ20センチ ×20 センチと1メートル ×1 メートルと、まあ3メートル ×3 メートルの回転扉という形になりますね。では、上流まで、撮影したいと。決定、こちらのこの両サイド高さがこちらですね。まあ、あちら阪神電車の石屋駅なんですけども、こう河川の底を歩いてきたんですけども、サイドの下にこう空洞ができていて、まあ、水が浸透していると、まあ、そこをコンクリート化してしっかりと、埋めたいところです。あと、まあ、一部ああいう風に底がだいぶへこんでるというか、だいぶ多分ああいう風なところから水が抜けてるんだなと思います。まあ、だいぶ河川を登ってきたんですけども、まあ横、まあ、堤防がこれぐらいなんですが、この辺りに次の門を設置するのかどうか、まあ、ちょっともう少し向こうへ行ってから撮影しますね。これぐらいの位置だったら多分、先ほどの地点満水にした時の水位が、まあ上の方に来てるかどうかというところだと思います。もうちょっと向こうまで行かないと撮影しにくいので、もうちょっと向こう行きますね。まあ、あの河川の横を降りて行けるはしごが、まあ、あるんですけども、まあ、ああいったものがあるので、そこの高架の、先ほどの地点に門を、設置できたらなと思います。多分それぐらいで水位の高さは合ってくるんじゃないかなと思います。まあ、あちらに設置したとして、まあ水位がこの橋の下ぐらいのところまで来るとして、次のところですね、次はもう多分先ほどの電車は JR だと思うんですけども、阪急、もう少し北の方に阪急電車、まあ、阪神、JR、阪急の順番に、列車があるんですが、
まあ、そっちの方だと思うんですけど、ちょっと待ってください、今のがもしかしたら半径かもしれないです。弓の木という小坂のところです。ちょっともうちょっとあの上流まで行って、先ほどの位置に、まあ、まあ、とにもかくにも設置するとして、次の位置、どのあたりに設置するか、辿っていきたいと思います。もう少し上流に来たんですけども、合流するような形で河川が出来上がってますね。あちらが、阪急電車の高架なんですけども、先ほどは JR の横、まあ門を設置するのやめておいて、そこの橋 の、 あの奥のところに、門を設置しましょう。で、水を貯めると、その方はちょっと無難そうですね。JR の横、まあ、厚み20センチぐらい の、 あの堤防がもし倒れてきたらという部分もありますので、まあ、あの位置に、設置しましょう。まあ、20センチ ×20 センチ、1メートル ×1 メートルと、3メートル ×3 メートルですね。で、まあ、こちらの方も、上流まで、次門を設置するとしては、まあ、あちらの阪急の高架を越えてと、だいぶ先になってくると思いますけども、まあ、上流の方まで、行ってみたいと思います。河川の土砂のかき出しなど、いろいろ言ってましたけども、ああいった土砂はこういうふうな、石屋川沿いに、まあ、もう少し向こうの方も左手の方にもこういうふうな箇所があったんですけども、こういう、木が生えているところがあって、まあ、ああいうふうな木なんかは、下の方が、もう空洞が始まっていって、なぜああなるかというと、根っこの部分が外に丸見えなんですよ。で、直射日光が当たるとどうしてもやられてしまうので、土砂を、まあ、こういったところに、持ってきてあげると。で、まあ、もう空洞化が始まっているところはいつ倒れてくるかわからないので、危ないので、もう伐採ということで、まあ、こういった公園のようなところに、土入れを、どんどんしていっていただけたらなと思います。次の場所が、こちらですね。先ほど、まあ、あちら阪急電車の高架で、これぐらいの高さまで、登ってきました。まあ、こちらの排水管の、まあ、手前か、それとももう少し、こちらの方に門を設置してと、まあ、地下水流ストレートトンネルという形で、まあ、傾斜がちょっとあると思うんですけども、上の方がこう河川こう曲がってますんで、まあ、下の方水を溜めた時に、まあ、どれぐらいの高さまで来るかなんですが、一回ちょっと水溜めてからここをどこに設置するか決めた方がいいかもしれないですね。まあ、そこのカーブの、ところ、あちらなら、まあ、まず大丈夫かなとは思うんですが、まあ、一旦、もう少し上まで、撮影してみます。こちらの木も、中が、空洞化してますね。まあ、先ほど撮影していたのがあちらの橋なんですけど、こちらにも右手に来てまして、まあ、そこがお寺さんで、まあ、こちらの木もそうですね。早く伐採した方がいいですね。もう完全にこんな状態になってますからね。中から新しい木が生えてきているような形になってるんですかね。あとはこの木はちょっと傾斜がだいぶかかってきてるから、いつ倒れてくるかわからないっていう状態ですね。斜めに過ぎていて、木の重みの方でですね、こちらの木も同じですね。まあ、次の門の設置場所ですけども、まあ、無難に、まあ、あの橋のあたりで、桜ヶ丘町にと書かれてますね。灘区です。
小橋ですね、まあ、こちらの方に、門を設置して、まあ基本的に20センチ×20センチ、あとはもう1メートル×1メートルでとんでもない大雨とかが降って、水の傘があんまりにも多いようでしたら、まあ、門を開けると。基本的にまあほとんど水を溜めておくのに、基本的にもう朝から昼前にかけてと夕方から夜にかけて20センチ×20センチを使用するような形になると思います。もうちょっと上まで行ってみます。次、この歩道橋を越えたところ、こちらですね、こちらの奥の方のところに、門を設置して、地下水流ストレートトンネル発電ですね。まあ満水した時の水位に合わせて、地下水流ストレートトンネル発電を設置するという形ですね。次の穴橋はスルーで、その次ですね。次はこの合流しているところですね。こちらの上の方のダムのところに、河川水門開式ダム発電の設置、まあこの合流しているところに合わせてちょうどこの横ぐらいのところに設置でいいと思います。多分まあ先ほどのところ満水にしても水位その手前ぐらいだと思います。まあこの辺まで来たら、まあ地下水流ストレートトンネル発電、まあ長さ10メートルぐらいでいいんじゃないでしょうか。まあちょっと傾斜がついているような形で、ちょっとあちらの方はもう撮影行かないようにしてこちらの方に行きますね。長く、ちょっと待ってくださいね。一日の山頂という方言みたいですね。アルファベットの方ではそういうふうに表記されてましたので、まあ多分そういうことだと思います。でこの上流ですけども、次の橋は、スルーですね。もうちょっと上まで行ってみたいと思います。先ほどのあの橋が、あちらなんですが、こちらの建物ですね。多分まあ放置されている老朽化した建物だと思われます。こちらも解体対象の、地点ですね。先ほど、あちらの坂を登ってきたんですけども、まあ、こちらの方もそうかもしれないですね。一応まあ撮影しておきます。でまあ次の河川水門開式ダム発電の設置場所がこちらですね。でまあこのまま上へ登っていって、まあ、地下水流ストレートトンネル発電、もちろん2センチ×2センチと1メートル×1メートルということになってくるんですが、一応まあ上行けるところまで行ってみます。とまあ次の橋が出てきたんですが、ここはスルーで、まあ、こちらも老朽化した家屋のような形だと思います。その隣と、あ、またあれですね、二手に分かれてますね、河川で。向こうの方からは水ほぼ流れてきてないので、ちょっと一旦放置しておきますね。流れてきてる方辿っていきましょう。こちらも放置されている家屋みたいですね。なんか張り紙がありますが、まあ、次の場所はこちらでいいと思います。河川水門開式ダム発電、まあまあ門自体はこの辺りに作って、まあ長さ
まあ10メートルあるかないかというようなところで作ったらいいんじゃないかなと思います。でちょっとまあ向こうも道がちょっと見当たらないんで、もうこれぐらいにしておきますね。上の方はあれどうなんでしょうね、ダム化してるのかな、なんか砂防ダムみたいな形に見えますけども、ちょっと行ってみます。多分あの間から水が流れてきてますね。ちょっと待ってくださいね。でまあ上に土砂が堆積していてっていう形なので、まああちらをまあダム化して、まあ木とか、伐採して溜まってる土砂とかということだと思いますね。違いますかね、左手に何かあるのかな、これ以上なんかこうちょっといけそうにないんで、多分そうだと思います。ちょっと下山してもう一つの水が流れていた方の河川のところ、あちらの方へ行ってみたいと思います。あちらの下の方は、阪急電車の方の、合流していた、河川、先ほどの河川に合流していた河川なんですが、まあこちらの方ですね、まああちらに河川水門開閉式ダム発電を設置して、まあ上流の方はちょっと見に行かないでおきますね。まあこの辺りで、奥行き、取れるところまでと、あとは下流の方のところまでで、ちょっとね時間もだいぶ16時今30分ぐらいですので、ちょっとこちらの河川の撮影が終わったら隣の、東灘区だったと思いますけども、住吉川の方を撮影したいなと思ってますので、このまま合流してる地点の近辺まで行って、横に、移動しようかなと思っています。ここも落差結構ありますね。こちらもなだらかなので、奥行きはだいぶ出せる、ちょっとまあ難しそうですね。高さがないので、まあ先ほどの合流してるところの河川まで撮影してみて、まあ間どこかに水門いつも、設置して水を貯水できたらというところですね。ちょっとあの辺りまでにして一旦動画撮影やります。ちょっと今阪急電車が通ってるんですけども、その横ですね、廃屋ですね、車も多分放置されてる状態ですね。住所三掛町2丁目の、16ですね、16の1。なんかこちらもそれっぽいですね。まあ、比較的この辺りまで来ると坂なだらかなんで住みやすいのは住みやすいと思うんですけどね。阪急電車が通ってますので、まあちょっとこれ合流するところまで撮影しようかなと思ってたんですけども、まあ、阪急電車を目印にしてちょっと向こう岸に渡ろうと思ったらだいぶまた戻らなきゃならなかったりしますので、もうここまでにして、まあ合流するところまで撮影しないで、ここで一旦、やめておきます。でこのまま、横に移動して、東の方へ移動して住吉川の方へ行ってみたいと思います。阪急電車のすぐ近くに河川見つけたんですけども、ちょっとね、状況がよくわからなくなってきてますね。一度一回地図見ます。三陰山手2の1ですので、住吉川ではないですね。こちらの
河川が、石屋川に合流していた河川の上流のところのようです。ですので、まあ、あちらのところにも、設置して、まあ、地下水流ストレートトンネル発電といったところなんでしょうけども、まあ高さを考えたら、まあ、この橋のところでもいいような気がしますね。地下水流ストレートトンネル発電、あちらが電車があの高さだったら、まあ、この岸壁両サイドのところに、まあ、もう設置するような形ですね。それで、まあ、あちらの方に、地下水流ストレートトンネル発電していくと、まあ、間に、まあ、高さだいぶありますんで、間にもう一問設置できるかどうかというところですね。合流するところまで、まあ、上流の方は、どうしましょうかね。ちょっとは右に曲がってますし、上流を登っていきながら住吉川を目指しましょうか。行き止まりでした。ちょっと、違うルートを探してみます。坂をこうずっと登ってきたんですが、次、この辺りに、まあ、門を設置して、あちらの方に、地下水流ストレートトンネル発電を2cm×2cm と 1m×1m、右と左の両サイドに、タービンコイルを設置するような形ですね。は住吉川の方に行きたいんですけども、向こうの方右に曲がるところあったらいいんですけどね。河川撮影しながら、なんか右に曲がるところ見つけれたらいいんですけど。短期大学の前に来てるんですけども、こちらの橋の横のこの次のところの落差のある、こちらのところに次の水門を設置ですね。とりあえず一旦もうこれぐらいにしておきます。住吉川の方へ、行ける場所、ちょっと下山しながら東の方へ行ける場所を探そうと思います。先ほどの大学のところをもう少し、北の方に進んで右手に曲がるところがありますね。そちらの方から、まっすぐ進んだ、住吉川の方へ到着するみたいです。ちょっとそちらの方行ってみたいと思います。今住吉川の方へ、あちらの方へ向かってるんですけども、溝でも結構水流れてきていますね。まあ雨が、ややまとまった雨が降り始めてきたんですけども、水車とか設置したら雨の日なら、まあそこそこ発電できそうですね。しっかりとギアにつけてあげたら。ちょっと待ってくださいね。先ほど撮影したつもりだったんですけども、撮影できてなかったみたいなので、そこ、すごく落差があります。先ほど渡ってきたのがそこの橋 で、あちらから、まあ、横から水が出ていて、で落差がだいぶあるみたいですね。まあ、あちらの方に河川水門解析ダム発電を設置して、で下流の方に、その石井ダムのようなダムを設置できるかどうかとか、まあ、ちょっと、撮影したいと思います。まあ、木とかだいぶ伐採しなかったらもう全然見えないですね。わからないですね。先ほどあちらの地点から撮影していたんですけども、先ほど撮影したつもりになってたんですけども、住吉川の、上流部に到着しましたという撮影が抜けてたみたいです。であちら左手の奥の方が廃屋ですね。で二つ目、手前の方のところの家がもし、いらっしゃらなかったり、解体するような形であれば、そこは、まあ、今のところ高さ1メートルぐらいの河川水門解析型になると思うんですけども、まあ、左手のところの方がもしいらっしゃらなかったりして、もしくは、石垣とかを作って、かさ上げをさせていただけるんであれば、まあ、高さ、例えば5メートルだとか、
そういったところまで、上げれたらなとも思います。でこちらの風景が先ほど、撮影していた風景で、まあ、あの下流のところまで、撮影していきたいなと思います。こちら住吉川に合流する河川ですね。先ほど、まあ、あちらの坂を下ってきたんですが、まあ、多分そうだと思います。まあ、こちらもあの木だらけなのでちょっと状況が全然わからないですね。木を伐採しないことには。まあ、こちらは私有立ち入り禁止ということなので歩けないみたいですね。ちょっとまあどういうふうにすれば何かできるのか探っていきます。私有地です、立ち入らないでくださいと、まあ、書かれている標識があるんですが、まあ、その、あちらから道を下ってきたんですけども、この横とか、まあ、雨が降ったら結構水が流れてますので、まあ、水車とかだんだんに、設置したら、まあ、ギア付きであれば5台6台7台まとめればそれなりの発電になりそうですね。こう段差があるところがところどころにありますので、ここなんか結構段差があるんですね。まあ、まあ、あちらの道から来たんですが、こちらもそうですね、あの雨降ってたら結構な水が流れてますので、まあ、あちらの方とか水車とか小水力発電とかできそうですね。右手の方が水車で左手の方が、まあ、小水力の発電でいいんじゃないかと思います。あとはこちらの排水溝、まあ、結構水が流れてきていますね。まあ、水車でもいいんじゃないでしょうか。でね、先ほどああいう風な建物の横を歩いてきた、いたわけなんですけども、肝心の住吉川の方が見えないんですよね。で、ちょっとね、今あのどうしたらいいものなのか試案中ですね。とりあえずこの側溝というか溝というか使って、歩いていきたいなと思います。阪急の駅まで来て、住吉川ちょっと見失ってますね。多分もう少し右手の方だと思うんですけども、ちょっと、沿線沿い歩くかどうにかして、まあ、とにもくに住吉川まで、なんとかたどり着いてみたいなと思います。あちらが先ほどの阪急御影駅で、高架下の下をくぐって、東の方や、住吉川の方に向かって歩いてるんですが、途中で、まあ、溝から、まあ、今日ある程度夕方からまとまった雨が降り始めた影響か、そこそこ水が流れてるんですけど、ここちょっと加工して、まあ、水車設置したらいいんじゃないかなと思います。もう少し前に出して、高さ合わせてで、まあ、道路があるのでか、もしくはその下のところを削ってですね、下のところを少し削って、で奥のところを の高さまで合わすと、で水車を設置ですね。上に電線があるので、あ、こちらの方の電線ですかね。あっちは電車の電線ですね。まあ、阪急さんが自家発電用に水車を設置したのもいいんじゃないですか、加工して。でその水がどこ行ってるかですね、そちらの排水溝の下とか行ってるんですかね。あんまりちょっと寄り道してるともう19時30分を回って18時前とかになってきてますんでね。あ、多分そうですね、合ってますね。またどっか段があるようなところがあったら水車設置したらいいんじゃないかなと思います。真ん中に集めて、まあ、水車を設置すれば、まあ、そこと、この水の流れに見えますね。なんとか、住吉川に出てくることができました。先ほど撮影していたところは住吉川の上流なのか合流河川だったのかちょっとよくわからないですね。
まあ川幅はかなりありますので、まあ下の方、第1問目の門がどこに設置するのかというところにもなってくるかと思うんですけども、まあその2問目といいましょうか、まあこの辺りでいいんじゃないかなと思います。あちらが阪急電車で、まあ上流の方をちょっとまあ行ってみようかなと思います。だいぶもう夕暮れになってきてるので、まあちょっと上に上がるぐらいで、撮影しようかなと思います。先ほどの橋が、あちらです。であちらは住吉川なんですけども、先ほどの場所に門を設置しないで、まあ、あの高さの横幅で、門を設置できたらというところですね。横幅、なんかあの辺り の, あの公園のようなところが、まあ、水没するような形になってしまいますので、まあまあ、ちょっと1メートルほどかさ上げを、石垣のところをすると、それでだいぶ貯水量変わるかと思います。でそこから先はかなりあれですね、ここから山間部でだんだんに、かなりなってますので、まあそこは水没するとして、高さが違うだと、まあ2段目のところも多分、続くと思います。その上のところですね、あちらのところに、あちらのあの段のところの上のところに、河川水門開閉式ダム発電ですね。だからまああの木とかがまあだいぶいらなかったりだとか、まあそういうことになってきます。であちらの奥の方のところがどうなってるか、ちょっともう今日は引き返しますね。もうここまでにしておきます。さあ、まあ、あの工事下流の方でしやすくないを考えると、まあ、あちらで一旦水を、止めておいてという形ですね。その間にあの河川の土砂のかき出しとか、その土砂を、公園 の, あの木とかに、街路樹とかでもそうなんですけども、あの解体した家屋の瓦礫とかで周り囲いを作ってあげて、まあ、例えば高さ20センチなり30センチなり、でその中に河川のかき出した土砂を入れてあげると、そうすることによって、あの大抵の街路樹ってむき出しになってるんですよ、根っこが。そこが水分補給できなかったら木が結局育たないんですよね。まあ、あの辺りが水に浸かったら、ある意味ああいう風な松の木とかはある意味育つと思います。ただ水が来る範囲のところは基本的にあのコンクリート化させてもらわなかったらならないんで、まあ、やっぱり石垣という形になってきますね。以上です。あの下流の方に、まあJR の高架や、阪神電車のところまで行ってみたいと思います。あちら の, あの送水線が見える、送水管が見える橋のその向こうが、阪急電車なんですね。でこちらからのまだ下流の方に、JR や阪神電車があるはずですの で, でそのあたりが最初の1問目で、まあ、2問目をこの位置に入れれるかどうかというところですね。まあ、この辺りはなだらかな傾斜ですけども、その先がだいぶ段になってますので、そこに多分水門設置して水満水にしても、その上に送水線の、あ、今阪急電車が通ってますね。あの辺りの高さが阪急電車なんですよ。その下の河川の底のところまで考えたら、まあどうかなというところはあるんですけども、まあまあこれ一番下の下流第1問目をどこに設置するのか、それがはっきり定まらなかったら、まあちょっと定まらないんですが、まあ、一応
水真ん中に集めてますけども、河川の底をコンクリート化できてるのかできてないかですね。多分水の量を見た限りできてないと思いますね。まあ、夕方からまとまった雨が降っていて、で水の量が通常時よりも多くなってると思うんですけども、下流に来たら街中の水とか集まってきてるはずですから、もっと水の量がないとおかしいんですよね。向こう側に合流する天神川と天王寺川がそうなんですけども、水の量の3分の2くらいが河川の底から抜けてるんですよ。その河川が合流する頃にはその2つの河川が、だそれぐらい抜け方が激しくて、まあだいぶ高さ高低差ありそうですね。まあもう少し下まで行ってみたいと思います。河川の底のところまで来たんですけども、明らかに水の量減ってますね。だからだいぶ水が抜けてるんだと思いますよ。まあ、向こうの方まで行ってみたいと思います。住吉川、あちらが電車の駅なんですけども、まあ、あちらの方から河川の底を歩いてきたんですが、仮にここに門を設置して高さを満水にしてしたら、まあ、あちらの橋の橋脚の下のところぐらいまで水位が来るように、まあ、あちらの橋は設計されているみたいですね。まあ多分阪神電車だと思いますので、まあ、もうそろそろこの辺りが限界地点なんじゃないかなと。ただそこにもまだちょっと落差があってということなので、阪神電車のその向こうに水門を設置するというような形がいいんじゃないかなと思います。ちょっとまあ向こうの方まで行ってみますね。今阪神電車の駅に来てるんですけど、あちらは六甲ライナーですね。でまあもう最終地点にしといた方がいいかもしれないですね。河川の幅とかを考えたときに。以上です。本日の歩数 38.8km です。